番組には、我々が定期的に点検しないと、壊れていっちゃう、わら、という土田照之を筆頭に、有吉博之、劇団一人、カンニング竹山、安田和弘、デンジャラス、らおなじみのメンバーと、同じ事務所なのにほぼ絡みがない、という発行、ナゴン、と草薙光樹、宮下草薙、も集結。また去年、 日後の勝博が若者の意見が欲しいということで MC 側ゲストに2年連続で渋谷渚とダチョウ倶楽部と共演があまりないという粗品、霜降り明星が登場する粗品に対して日後は優しくしてねと戦々恐々あげく粗品は自問とそっくり2人は今日喧嘩すると思うと不穏な予想をし始めるダチョウ倶楽 VSZ 世代では クラブが若者たちにどれだけ認知されているのかを調査すべくアンケートを実施本名などの知名度や仕事における功績モノマネやギャグなど多岐にわたる項目で知っているをは知らないを調べることにギャグ編では「どうぞどうぞ」は絶対全国民が1回はやったことあると思うと自信を見せる日ごだがそんな中同じアンケートを重なぎ 発行、粗品、渋谷にも実施。すると、まさかの結果に芸人たちは思わず愕然としてしまう。ダチョウ倶楽部の気になることでは、後輩芸人たちが、この一年の二人を見て思ったこと、気になったこと、聞いてみたいことなどを直撃。土田は日後の誕生日会で驚いたことを激白する。 すると有吉の無茶ぶりで、祖品が寺門呪文の誕生日会を開催することに。さらに、そっくりな二人で一泊ロケをしろなど、無茶ぶりがどんどん激化。何としてでも拒否したい祖品はまた、昨年渋谷が熱望していた、呪文カレンダーの話題になり、体が最強レベルに近づきつつある呪文を急遽撮影することに。 果たして、最強、夏の呪文の体はどう仕上がっているのか番組から生まれたギャグの数々や、リアルなダチョウクラブ3人の表情を捉えた伝説の楽屋 VTR に、スタジオは大盛り上がり。そして、今年も最新、熱湯風呂を実施。昨年の、ためになる熱湯風呂に続く最新作は一体何なのか 今回も後輩芸人たちがルーレットで巻き添えになり、とんでもない大波乱が巻き起こる。